で、なんか新しいもの見出した方がいいよ。ノーマルのフットサルロン聞きてよ。行きたい。フットサルロン行きたいって。フットサルロン、あ、いくらでも言いますよ。何を言えば、何を言えば、何を言えば、何が。はい、ごめんなさい。ノーマル、体重に関してはどうなんですか。体重に関しては、今は、スタートしてないじゃないですか。今日がスタートですか。なるほどね。今日がスタートないんですけど、だから、やっぱり年取ってくると、ぐって踏ん張れなくなってきたんですよね。だから体重を落とすか筋力を上げるかじゃないですか。両方やってなかったんですけど、体重を落とせなかったんですね。あれ体重方面の話来たでしょ、また。それから、バリーボンズでしたっけ、バリーボンズみたいに、あの人は3割30本、30盗塁だったんですね。イチローみたいです。みんなトリプルクラウンね。みんな年取るとそうならしいんですよ。可愛いって話しかないらしいんですよ。筋肉つけてね、体重増やして、そんなんじゃなかったパワー、パワーヒッターだと思う。だけど、今日気づいたことがあって、今日車でちょっと午前中直の現場で午後下北で打ち合わせで火をいっぱい積んだんですよ、バーンに。で、今、バーって急いで帰ってきたり、神さんも一緒に今日同行したんですよ、打ち合わせとか。新歩道街から横の時に150離れたんですよ。左カーブするときに、もう一つ噛みそうになってる。ほら、これ、なんでだと思ったら、車が今日重いんだと思って、俺と同じだって。うめえなぁ。遠心力にやられてんだ。あ、なるほど。うめえよ。切り返しができない。ああ、こう言ってたら体こういこうするんですよ、体重があるから。安定の法則でね、どうしても言っちゃう、負けちゃうからね、遠心力に。改めて、いやぁ。これを常に、できないから筋力で、踏ん張りとか缶を筋力で何とかしようと思ったんですけど、それダメだと。いやー、深い。深いですか。遠心力っていう言葉に逃げたってことですよ。だからなんで、とりあえず72キロですね、目標。目標じゃない、あと5キロ。あと5キロ。ここないだも5キロだけど、あの時80超えてたんですよ。3キロ落としたんですよ。それで本当に2週間で 1.5 キロ落としたんです。いいかな。だけど、それから落ちないんですよ。なんで、なかなか落ちないのは、体がそれだけの、あれ、俺の最後、なんつうの、はい、あ、じゃあ、最後、いや、俺、ちょっと、ねえねえ、ノーさん、なかなか落ちないっていうのは、体がそれだけの体重が必要だって言ってるってことじゃないの。気持ちが良くて、仕事帰って疲れて帰るけど、大体こう、チューハイ2、3本飲んでるんですよね、缶で。チューハイだけならそんなことないよ。チューハイ甘いんですよ。いや、でも、それ、飲むだけではそんなでもないと思うんですよ。中華系そんなに一緒に食べてませんか。だから3日前からやめてるんですよ、実は。まあ、これこれやばい、こういう感じですか。中華系ですね、それは飲みながら何か食べてませんか。中華系のカウン、なるべく食べるものはスルメとかあとソーセージとかそういう風に炭水化物を避けるように。でもスルメは OK ですよ。多分ソーセージはあまり良くないかもしれない。スルメだけなら多分そんな感じ変わらないと思いますよ。はい、でも、でもほら、今度ほら、県大会じゃないですか、はい、で、これからスタートで、じゃあ自分がどういう力になれるかどうなるかとか全く分かんないじゃないですか。でも、やるって言った以上は絶対落とします、5キロ。間違いなく俺、そういうのを大好きでしょ。もう、そこで食欲やお酒に負けてたら、俺、本当にその農農さんのその熱い思いはね、そのね、なんだろう、サッカー、エクサフトサーじゃなくて、ノノさんのね、こう、モチベーションとその輝きをみたいな。いや、本当は、もちろんね、出る以上も、普通に考えて若い人が、5人。が、何かおっしゃいますか、もう。そうなんですよね。今、ミスター・サウスゲートの隣にいる存在ですよ、もう。あくまでですよ、そのサブで、なんですよ。だけど、でも、やっぱり、そうですよね、もう多分最後ですね。頑張りましょうね、本当に。で、ノロさん、あれ、5キロやつでどういうふうにするの。すごいんだよ、5キロ。ノロさん、だから、ベスト体重は何キロなんだろう。なるほど。いや、ほら、アメフトだったんで。言っちゃうと、なんかまずい。いや、なんて言えば、要は、最後、その。できる、求めてない。ブロックする故障だったら、タックルしたり、だから、無理に。で、90近くに行ったんですよ。だけど高校の時はセカンダリーって要するにディフェンスのラインバッカーとかパスカバーの選手がいたんです。その時はやっぱり71人です。71人。じゃあ今はどんぐらいがいいんですか。
一時今何時ですか。77.5 ぐらい。じゃあ5キロ減らしましょうよ。減らしましょうね。じゃあ72ぐらいにしましょう。だって練習中にもう膝から血出すの野田さんぐらい。体育館で膝から血出す。でも大体あの野田家は大体あの音の DNA はみんな大体怪我は普通なんですよ。じゃあ最近じゃあ野田さんもうサポーターかなって必須ですよ。もうブッチャみたいに柔らかくなっちゃってるから すぐ行っちゃう。ただほら笑いコーナーズのプロモーター的には多少血出してもらった方がね受けますから受けるからそれはいいんだけどね。寝てんじゃねえよ。今回はサウスゲートという横須賀サウスゲートというチームに歴史その歴史に終止符を打つのかそれとも新たな時代のスタートにするのかがかかっているということは思ってほしいなっていうのはまあまあそんなに昔からいない人もいるかもしれませんが土がある思いを持ってこのチームを作り始めた12年前から決してその勝つことにこだわるのではなくというところでこう来たのにもかかわらず今ここで初めて勝ちにこだわって時代を変えようとしているところだけはこのチームのを踏んだ人だからその思いだけはみんなちょっとどっかにこうこの勝つにねちょっと思ってほしいなとは思う。そこは責任を持ってやるならちゃんと責任を持ってプレーをしてほしいと僕は思います。俺は寿司と知り合って、まだ12年ぐらいですけど、まあいろんな面白い子だけど、自分がある思いがあってこのチームを作った人だから、閉じるのってすごく、それをね、閉じるのってお茶だけでこうやって言ってるけど、一緒できなかったって言ってるけど、すごくね、寂しいことだと思うんだ、そういう結果になっちゃったらね。その思いだけは背負ってねっていう。そこだけはみんな背負ってねって思う。